池田工業宇都宮支店輸送課増渕和則と申します。よろしくお願いします。まあ、実際入ってみて先輩方にいろいろわからないことを教えてもらいながら、まだ2年ほどですけど、毎日楽しく、仕事させてもらっています。長距離輸送を担当しておりまして、関東方面から関西方面、四国九州まで、長距離ドライバーとして、運行しております。重量物を運んでますので安全運転を心がけて、日々仕事しています。会社の雰囲気なんですけども、ドライバー同士とても仲良く、決まったお客さんが多いので分からない場所は先輩方に聞けばみんな教えてくれますんで、納品場所だったり、道順だったり、納品の仕方のコツとか、そういうものをきっちりみんな教えてくれますので、初めて行くところでも特に不安はありません。まず面接からでもいいのでぜひ来てください。よろしくお願いします。池田工業宇都宮支店輸送課におります、東谷翔太郎と申します。会社についてはですね、主に社内だと、お客さんとお客さんの工場と弊社の事務所との間のですね、横持ちの車両を毎日手配させていただいております。そうですね、きちんとしたその枠組みというものとして決まってるわけではないんですけど、とにかくその乗務員の様子を聞くことですね、電話であったり対面であったり、疲れてそうであれば向こうが言う前に、こちらから休んだ方がいいんじゃないかとか、とにかく無理はさせないということをもう肝に銘して、あとはいろんなご都合で休みを希望される方もいらっしゃいますから、もうそういった方の希望 もう最大限考慮して業務に当たっていただくということで、そういったことを気をつけておりますね。そうですね、いろんな方がいらっしゃいますし、逆に話せないような人がいてはダメだろうなと思ってますので、私の方から積極的に話しかけて、そういったその信頼関係を築いていくことですね。こちらの要望も聞いていただけるようになると思いますし、あくまで協力していただいているということで、お話の方をしております。非常に和気あいあいとしてですね、自分の言いたいことを言えるような会社にはなっております。なんで、ぜひ興味があればうちに来てください。ドライバー求人サイトの